ドラゴンボール Z 武勇列伝。テレビアニメなどで絶大なる人気を誇るあのドラゴンボール Z がついにメガドライブに登場。もちろん各キャラクターの声もアニメと同じ声優が担当。原作と違うオリジナルストーリーでワクワクドキドキのドラゴンボール Z の世界が体験できるぞ。またこのメガドライブ版では悟空はもちろん、ゲニュー、リクーム、クリリンなども登場。全11キャラクターの中から好きなキャラクターを選ぶことができるようになっているんだ。このドラゴンボール Z 武勇列伝ではデュアルスクリーン機能を採用。縦や横に画面を二分割し、今までのアクションゲームでは不可能だった広大なフィールドを表現することに成功している。ハメハメハもちろんゲームモードにはストーリーモードの他に対戦モードも用意されているから、友達と対戦することだってできる。好きなキャラを選んで熱いバトルを楽しんじゃおう。デュアルスクリーン機能の迫力のアクションゲーム、ドラゴンボール Z 武勇列伝は8800円で4月1日発売予定です。